はい、それでは、トワイライトプリンセス編黄昏の大地へということで、黄昏の大地に行ってみたいと思います。まあキャラクター選択はラナちゃんしか行けない。まあラナちゃんレベル14なんで、そのままにしてあります。でこれかな。仲間たちと別れたラナは異次元世界の一つに入って、一人転生の扉を探していました。そこは神話に伝わる影の世界。大地が影の領域に侵食されていました。影の領域は何者かの力によって拡大を続けているらしく、ラナの魔法でも全体像は分かりません。やがてラナがたどり着いたのは、魔物たちに襲われている小さな村でした。はい、じゃあナナちゃんルートやっていきたいと思います。黄昏の大地よし、ここはここが神話に伝わる影の世界、影の領域が支配しているという。あーもうね、あのゼルダの中でトワプリが 1,2 番を争うぐらい好きなんですよね。そう、トワイライトプリンセスすごい好きで、実況もね本当はしたかったんですけど、まあ、ちょっとその時はできなくて、まあここでちょっとトワプリの世界も体験できるということで、ちょっと嬉しいな。で、住人の配送に注意する。住人？住人どこ？住人？ラナちゃん一人なのに難しいよ。あ、入れるんだ。で、平原、あ、こう。あれ一回出ると戻れない？でね、ちょっとだけラナちゃんの攻撃も上げてあります。ね、素材がね全然足りない気がするんですよ。お金も足りない。あのレベルを上げたからルピーがね全然ないんですよ困ったなーって感じ。いっぱいルピーここで貯めたいな。まあでも分岐シナリオだからサクッと倒したいっていうのもあるけど、あ、ダメだな、こんなところで油を打ってちゃいけない。ちょっとあの点滅しているところに行こう。あの点滅しているところに住人がいるんでしょ。で救出しないといけない。ミッション行こう。そうね、さっさとミッション行かないとダメだよね。とどまっていちゃいけないうわー敵多いよー。これはここは制圧していこうか。なんか通ったところは制圧していこう。うわやばい、住人が助けを求めている。行かなければ至急救出に向かう。嘘、これちょっとまずいかな、早く行かないとやっぱ攻撃アクションが増えたからすごいな。壁で押すんだね。ドドドドドド。ラナちゃん一人で心細いけどね。よし、さっさと住人救出に向かいましょうかね。すごいな、でもなんかいろんなルートがあって楽しいな。まあ、雑魚はちょっとスルーして、ここだね。あ、これアゲハじゃない？こ、来ないで。キャー、トウ。怪我はなかった？はい、あなたは？私はラナ。転生の扉を探しているんだけど、どこにあるのかわからなくて。
転生の扉？アゲハには分かりませんけど。やっぱアゲハちゃん。あなたの行きたい場所に連れて行ってあげることはできますよ。どういうこと？お、綺麗だな。この蝶々さんは導きの蝶、影の世界の道しるべになってくれるはず。かわいいな、アゲハ。ミッション成功。アゲハの救出に成功しました。さて、蝶々さんはこっちだと言っていますわ。どっち？蝶々が見えない。アゲハ導きの蝶に従い移動開始。あ、いた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 。あ、アゲハちゃんも戦うんだ。住人じゃないの？よしよし、うん、攻撃、あ、味方本拠地ね。まあでも今は本拠地よりも先に進むことを考えたい。その方がいいんじゃないかな。まあ、味方本拠地が陥落しちゃったら本末転倒なんですか。へへへ、ナナちゃんの攻撃なんかすごいな、パワーアップしてんな。まあアゲハちゃん守りながらついていけばいいんじゃない。よし、あ、ババババデクババさん、ちょっと邪魔だからやっつけちゃおうか。えい、けい、で、なんか進んでほしいんだよな、早く。あ、こいつかー、やだ、この人、こいつ強いよね、防御するよね。よし、ラナちゃんかっこいいわ。あ、アゲハをね、護衛せよと。あ、守っていきましょう。で、自分も先進まないとアゲハも進まないのかな。そういうことかな。あ、行き止まりだ。いや、でもある程度倒さなきゃダメなんだろうね。進まないもんね、アゲハちゃん。そうか、マップが、あれ、あ、入れた、入れ、なんで進まないんだろう。この辺倒さなきゃダメ。なんで進まないの。いいんじゃない。あれ、アゲハちゃん戻るんだけど、なんで。この辺倒さなきゃダメなのかな。倒しとこうか。そういえばラナちゃんの必殺技ってあんま使ったことない気がするけど。扉が閉まっている。あ、そうそうね、そこね。あ、ありがとう。ま、村外れの広場、こう見えて侵入は得意なんです。ダメだよ、侵入しちゃう。砦の中も闇に覆われている。これも影の領域。これミドナは出てこないのかな。パープリ編ですからね。ちょっと次のシナリオに期待しようかな。期待してていなかったらちょっと悲しいけど。パープリはね、本当に泣きました。めちゃめちゃ号泣するところが2箇所あるんですよね。やったことある人なんとなくわかると思うけど、ダークガーナイル一冊。おお、あ、すごい、これ必殺技使ったことなかったかな。よし、ガーナイル制圧したよね。買い物行こう、進むぜ。蝶々さんも嬉しそう。いや、蝶々さん見えないんだよ。で、
進めない。あ、こっちか。カブトムシさん、あれ戻ってきたわまた戻ってきちゃった。間違えちゃった。こっちだね。ぐるっと回るしかないのかな。どうやっていくんだろう。アゲハちゃんも見失ってしまった。やばい。どっちだ。こっち。あれ、みんなみんなどこ行けばいいか教えてくれ。いや、ここに来て、こっちだよね。あ、こっちか。進める？あー、いけるじゃん。こういう時ね、方向音痴って辛いんすよ。ここだ。アゲハの護衛に成功。よしよし。いや、綺麗だな。うお。ミドナ。返しなさいよ、大事な蝶なんだから。さては、毒の粉をまき散らす死の蝶だね。は？その蝶々さんのショートニングパウダーは毒なんかじゃありませんわ。ショート。その蝶々さんは導きの蝶。お願いすればどんな場所にも連れて行ってくれる不思議な蝶々さんです。どんな場所にもだと。おい蝶々、私はあの魔女のところに案内しろ。あ、どうしましょう。でも目的は同じだね。戦うしかないよね。ミドナーグ、え？ミドナ魔女の砦で進軍開始。あ、で味方だよね。あの黒い魔女は私が倒す。ルカでもそいつらを抑え。あ、そういうこと。いや、目的一緒じゃん。この黄色いのがミドナ軍なんだ。あー、そう、目的が一緒だというのに。蝶は私が取り戻すわ。危ないからアゲハ村に戻って。あー、アゲハちゃん戻っちゃうのか。まあでもかかりこ村へ交代。あれですね、護衛しなくていいから楽かもしれないね。ミドナを撃破すんの。うっそー、薄汚い獣が何か吠えているよね。じゃれてほしいのかしら。そう、目的が一緒なのに。まあでもミドナを撃破しないことには。ミドナ軍迎撃開始。ちょこれミドナ軍、え、これ黄色いのミドナ軍なんですよね。結構多いんだけど、ちょっと、え、あ、ここ制圧しちゃおう。その方がいい気がする。爆弾にする。トリデボス、ダークナッツ。え、トリデボスじゃないよね、ダークナッツって。こいつがトリデボスなのか。トリデボス、いい。爆弾。あ、こいつがボスなの。砦ボスって書いてない。あ、そうなんだ。影の領域を解除。よし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 。で、今ここにいるから、ちょっと遠いけどあっち行かなきゃいけないよね。うわー、これ道がすごい分かりにくい。アゲハちゃんは助けなくていいのかな。すげえ押されてるけど。ミドナガーナイルを撃破。なんかどうすんだこれ。ここは味方に任せて進もうか。
まあ、ある程度敵が残ってるのは仕方がない。誰か救援を。あ、やばいね。ちょっと進んだ方が良さそうだね。でも矢印が違う方向に出てんだよな。こっちは？何？こっち行かなくてよかったもしかして。いや、こっちだよね。うわー、まずい。ちょっと助けに行った方が良さそうな気がしてきたけど、どこ行けばいいの？あ、助けられなかったな。ってことはもう進んじゃいますか。うわ、いっぱいいる。なんだこれ。すげえ数だよ。いやー、これはひどい。ここに誰かいる？バックダウン。テクババ。いや、こいつじゃない。ターゲット変えたいけどできない。お、できた。必殺。よし、スタルチュラはもうね、無理です。すげえ遠いです。あ、ダークガーナイルがトリデボスなんだ。わかりづらいよね、トリデボス書いてないと。よし、あー、必殺は強い。進もうかな。あっちだね。行こう。地図見ながら行ってるからね、読めない。視野戦線を離脱。逃げられた。逃げられたんだよね。これ。これまずいぜ。あ、痛み殿。あいつをやっつけるしかないのか。ミドナ。うわ。ちょっとミドナ強い。いやー、戦いたくないけどね。まともに戦ってたら勝てないかも。いや、勝てないよね。どうしたらいい？どうしたらいい？影の領域内では強くなるらしい。そうか。ミドナの攻撃に注意せよ。ということは、ここ制圧すれば影の領域じゃなくなるよね。うわ、うわ、強い。どうしよう。強いよー、これどうする。影の領域から外れなきゃいけないよね。敵じゃないって言っても通じないよな。よし、砦ボスはどこかな。うわ、やばい。ちょっと逃げよう。影が支配る砦。そう、分かってるんだけど。いや、ミドナが邪魔する。いた、こいつだ。これを先に制圧しないと。よし、あー、焦った。すごい、なんかハートのかけらがめっちゃいっぱい集まるんですけど、なんでこんなに急に。あ、ミドナ。スタルチュラ逃走は仕方がない。うわ、ミドナにあの Z 注目したいんだけどな。あ、できた。あ、退いちゃうの。そっか、倒せないんだ。一時撤退。うわー、今どこにいる。逃げる猫さんを捕まえてください。あ、これ制圧して影の領域解除した方がいいんじゃないかな。恐
そんなことしてる場合じゃないよね。個性制圧しちゃおうかな。ミドナを撃破せよ。何からする？影の領域、影の領域をまず解除する。いや、アゲハちゃん、余計なことしないで、余計なことをしないでください。制圧し、あ、砦ボスどこだ。あ、あっちだ、遠かった。こいつやっつけないと。待って、これちょっと難しいかもしんない。トワプリが一番難しいんじゃないかこれ。まさかの、まさかの厳しい。よし、解除、影の領域解除。あー、解除していきながらやった方が良かったのかもしれないな。全然見えないもんね。うわ、まずい、急げ。どうやって行くんだろう。ちょっとね、道がちょっと分かんないんですけど、これミドナ軍でしょ。なんでミドナと戦わなきゃいけないんだろうな。よし、とりあえずミドナのところ行って撃破しに、撃破しないとダメか。結構難しいな今回。敵部隊により敗走、まずい、まずい、相当押されている。影の領域邪魔くせー。あ、いた、ミドナ。ちょっとミドナの誤解も解かないといけないですよね。敵じゃないよって。あ、なんだ今の。なになになに。トワイライトプリンセスミドン。よし、えい、もう早速必殺技。いやー、ミドナ好きなんだけどなーだから本当は戦いたくないんですけどね。うわ、強っ。ミドナと戦いたくない。あ、パワー、何、ちょっと待って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 、爆弾、爆弾、爆弾にしたい。どうよ、よし、撃破したんじゃない。あ、してない。あ、撃破したと思ってた。ミドナ、あ、いて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 、あとちょっとあとちょっと。よし、必殺技使う。これで倒したでしょ。あ、まだだな、まだだ。強い強いよ。よし、はあ、すげえすげえ大変だった。影の力がありながら負けると。あ、これでクリアですか。そうだね、勝利。で、お前らはあの魔女の仲間ってわけじゃないんだろ。だから違うって言ってるじゃん。私たちは彼女を止めるため転生の扉に行かなくてはならないの。待って、私も言ってやるよ。あの魔女には私も用があるからな。あ、はあ、仲間になったミドナが。めちゃくちゃ焦ったぞ。何あの決め顔、何この決め顔。はあ、クリアタイム18分。いや、あ、ちょっと喉痛くなってきた
れた、焦った。ミドナでプレイ可能になりました。カースリングを手に入れた。影の魔力が凝縮された呪いのリング。魔法で神を変形させ敵を掴んで投げる。特殊攻撃で敵を掴むと一定時間攻撃に闇属性がつく。チュートリアルに人物紹介アゲハが追加されました。チュートリアルに人物紹介ミドナが追加されました。いやミドナ、なんか次のシナリオでミドナに会えるかななんて言ってたら早速会えちゃったで次はトワイライトプリンセス編の影の王ですかね。はあ、いやちょっと放心状態です。めちゃくちゃ焦った。というわけで今回はこの辺にして、次回影の宮殿に進んでいきたいと思います。それでは次のパートよろしくお願いします。皆様ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。パソコンの方はこちらのアイコンをクリック、スマホ携帯の方は画面下のボタンをクリックしてチャンネル登録をお願いいたします。それでは美徳でした。